信州が生産量全国1位を誇るわさび。安曇野に移住を計画中、オリンピック柔道銀メダリストの篠原信一さんが名産のわさびについて学ぶ。前回わさびの苗植えの方法について学んだ篠原さん、今回はわさびを使った農家飯作りに挑戦。今回はですね、わさびで料理を作るということでね、まずわさびを引っこ抜いちゃおう。おい、こんなに、これすごいよ、ほらでっか、超立派。この立派なわさびを使って早速調理。今回はわさびを作っておよそ40年の高山さん一押し、汗をかく畑作業の合間に食べるというお茶漬けを作ります。まずはわさびに砂糖をつけてすりおろします。砂糖をつけると辛みが増して美味しくなるんだそうです。汗かいてきた。ほら、同じぐらい入れる、1対1味噌、これぐらいかな、もうちょっとかな、はい。でこれをしっかりと混ぜる。ご飯の上にのせて海苔を散らせば完成。わ、食欲増進、夏バテ予防にもおすすめです。安曇野生まれのブランド魚、信州サーモンも用意。お茶漬けは冷たい麦茶をかけていただきます。はい、これは美味しいでしょう。もう見る限りにもう本当に、冷たい麦茶を入れることによって暑い中食欲落ちるでしょ。そういった時にこうサラサラサラとこう食べれるように、このわさびの辛さとまろやかさと食欲をそそる。やばいよこれ。信州サーモンもすりたてのわさびをたっぷりつけていただきます。醤油につけて、めちゃくちゃうまい。風味とね、そのやっぱり多少のやっぱりそのピリッとさあるんですけど、全然これぐらいつけても全然大丈夫。おお、美味しい。やっぱ農家さんがこうやってね、炎天下のもと作業するわけですから、こういったものを食べてるんだろうな、だから元気なんだろうな。暑い夏、わさびを食べて乗り切りましょう。次回は信州を代表するわさび工場へ潜入。